e 2 1 7系クラワイ22編成が廃車改装されました。JR 東日本は3月27日 e 2 1 7系クラワイ22編成を長野総合車両センターへの入場のため配給輸送しました。E217 系電車は通勤型209系に続く新系列車両として1994年に登場した車両です。 横須賀線、総武快速線などで活躍しています。なお、新型車両 E235 系の導入により、2021年からは廃車が進められています。今回運用から離脱したのは、基本編成であるクラワイ22編成です。この編成は、1997年12月に申請されました。 約26年にわたり活躍してきましたが、今月7日の49運用をもって営業運転から離脱しています。そして、3月6日に、新潟車両センター所属の EF64 型1030号機の牽引により、大船から長野へ配給輸送されました。今後、廃車解体となる予定です。 E217 系全体では62編成目、基本編成では33編成目の廃車となります。これで3月27日の KAB ニュースを終わります。